ありがとうございます、はい、スリーイヤーズパンツっていう名前なんですけど、デザインのベースはタイパンツとかをベースにしてるので、うんうん、一番の特徴はこのフロントのこの重なり具合、うんね、はい、でこれサンプルなので、うん、もうちょっと素材は柔らかくなるから、はい、もう少しこう落ち感は出るかなとは思うんです、はい、でステッチをこの微妙に金茶に振ってるので、はい、あのデザイン感ちょっとアメリカンな、はいはいはい、配色で見えるんだけど、うん、なんかそのちょっとトリッキーな感じが、うん、あのいいのかなと思ってやってます、うん、かわいい、はい、でウエストはアジャスターになってるので、はい、大きさが変更できるっていう感じですね、はい、ここでねこう入って、はい、って感じ、はい、でこのこっちもこの中に通してループがあって縁って感じ で、はい、でこれよりも薄くなるそうです。それが、はい、で裾に向かってテーパードを効かせてるので、うん、すっきり系に見えます。大人気だね。大人気、ありがとうございます。大人気になると思う。ありがとうございます。デニムでもうファイブ、シックスポケットとかファイブポケットとかじゃなくて、うんうん、で良くない、うんうん、あんまりなんかなかなか探さないとほら、うん、ね、出会いじゃない、うん、大人気だと思う。そう、なんで3 years パンツかっていうと子供の方で考えた時の名前の由来なんですけど、はい、まあ、通常時はこういう風に締めてもらって、うん、大きくなってきたら、うん、このベルトをバーンって外してもらって、うん、例えば別でサスペンダーつけてもらうとか。あ、サスペンダーかわいいかも、はい、あとはもう本当に成長したらめっちゃ大きくこの辺で切ってもらっちゃって、うん、短パンで履いたりすれば、うんうん、まあ、結構かなり長い時間、うんうんうん、履けるんじゃないかと、うん、これデニムをそろそろ欲しいなっていう方はぜひぜひこちらのデニムおすすめです、はい、おすすめでございます。これ履いてるサンプルが3サイズですね。3ですね、はい、3だそうです、はい、で2になるとすっきりする感じですかね。え、それ渡りとかがとか渡りとかヒップとか。あ、ヒップとか、はい、で、あれはまた下は丈も少しやっぱ短くなります。あ、どうでしょう。ルーズに履きたい方は、うん、多分3でいいかなと思います。うん、でちょっとすっきり系で履きたい方は2が、うん、ちなみにロールアップは2個。あ、2、ね、かわいい、はい、これはデニムが欲しい人にはぜひぜひです、ぜひです、おすすめです。はい、発見です。発見、はい、嬉しい、イエイ、はい。